はい、ミニバイクを作ろう客第17回、今回はインテークマニホールドをモデリングして取り付け確認をします。FCR つけました。当たりました。はい、当たった。それうすうすしてたけど当たったね。うん、あのほんまの SB6 の SR って言って、あのコルサさんでしたっけ、うん、っていう輸入代理店の店が FCR 仕様を出してたんですけど、うん、SB6 SR でしたっけ。ほう、でそれも、うん、FCR が当たるらしいんですよ。その横のバーあるじゃないですか、そのサスがついてる横のこれね、フレームのこれね、それね、うん、それをなんかその FCR 用の逃げがついたやつを削り出して、うん、つけてた、つけましたけどだからこれは SR ですよ、逆に言ったらこの6ミニも SR なんですよまあ、キャブ一回こっちに向けてみて、いけたらまあそういけたらいいけど、前はまあなんかもう切り詰めるの、その今に、いや切り詰めてもええけど、結局ダウンドラフトチックになれへん、大丈夫。近いね、いろ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 近いね。思ったより中に綺麗に収まってくれへんね、うん、エアクリつけたら邪魔なるやんみたいな。そうね、エアクリつけたらもう、これは結構誤算やね、合わせてみんと。それホリゾンタルでもある程度の角度いけるから、うん、ある程度の角度はつけていけんにやったらそれでも。けどまあ後ろの方がかっこいいっちゃかっこいいな。まあね、うん、今にもそんなええもんがついとんやったら着るん忍びないから、もう作ってもあんま変わらんけどね、うん、車系のサイトで、うん、ラジエーターパイプとかターボのパイプつって売っとるんで、ベストの位置はおそらくこの辺ですね。こいつの並列ぐらいのところにポコって口が出てくれるといいかな、うん、かな。まあじゃあこいつの位置をまず大体決めて、でまあパイプをどこまで近づけれるか、うん、いけるかやね、うん、でこれは多分入手できると思うで。もうなんかどん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 、うん、あの継ぎ手に見えてきたわほんまにあの8分の継ぎ手のようなそうか、もうパイプ屋さんで、うん、あの買うかい、ね、買うかいね、うん、通販やっとるようなパイプ屋さん、鋼材屋兼パイプ屋さんみたいなのが、うん、近年は通販サイト持ってはるんで、うんうん、まあまあ80度曲げぐらいのやつがベストっちゃベスト、うん、そしたら多分水平になるんかな、うん、砂詰めて曲げたら俺らでも曲げれるけどな。アルミ、まあそうやね、一回ちょっとチャレンジするのもいいかもしれんが、まあ、それかアストロで打っとるパイプベンダーでもちょっと長めにこうて曲げたら曲がるけどね、うん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 、ああのインタクーラーっていうかサージタンクまでの、うん、サージタンクまでのこの、うん、まあ何にしよう、それでじゃあ、うん、作りまっか、うん、じゃあちょっと一回 A の A を、まあでもあれかな、変えようか、うん、角度は振った方が振れた方が楽やから、これ使うのもありやけどね、あとちょっと角度振りたいとかいう時に楽やわね、うん、そうですね、何が当たるかわからんからね、うん、このご時世このご時世そうやね、ほんまに何が当たるかわからへんわ、はい、そうやね、はい、今それで一回ちょっともう一回検討します、はい、はい、ではでは、急になんか声張ったけど、うん